皆様こんばんは。本日は、この春日大社の奉納演奏会にお越しくださりまして誠にありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました京都市立芸術大学修士課程声楽専攻2回生の佐々木舞と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。同じく今日ピアノを弾いていただきますのはご紹介に預かりました京都市立芸術大学修士課程ピアノ専攻2回生の大月佳子さんです。ではまずはじめに大月さんから一言いただければと思います。皆様こんばんは。寒い中、ありがとうございます。私は、滋賀県大津市から参りまして、奈良には、校外学習とか、個人的な観光とかで何度か、あと舞ちゃんと演奏の機会を何度かいただいて、させていただいております。で、2020年の正倉院展に家族で参りまして、その時に、一緒に春日大社にも参拝させていただきまして、とっても素敵な場所だなと思ってとても気に入りましてって言ったらおこがましいんですけど、でその年がその時が2020年の秋10月か11月ぐらいで、多分今もやってるのかなと思うんですけど、で、2021年の初詣のタイミングにもこちらに参拝させていただきまして、その時からお財布にずっと春日大社さんの勝ち守りを入れてます。そう、それに気づいて、あ、そういえば入れてるやんと思って、今日はせっかくなのでピアノの上に置きながら演奏をしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。大月さんは滋賀県ご出身ですが、私は奈良県の鹿島市出身ですので、春日大社様には、家族で参拝によく来させていただいているようにゆかりの深い場所になっております。本日は、この春日大社で演奏会させていただくという本当にありがたいお話をいただきまして、プログラムの方にも記載されておると思うのですが、日本歌曲を中心としたまだちょっと、秋の香りが残る今の季節にぴったりな曲を選曲させていただいております。日本歌曲7曲歌わせていただきますが、最後の8曲目のみ、外国語の曲になっております。こちらはイタリアのプッチーニという作曲家の有名なオペラ蝶々夫人マダマバタフライ、皆さんお聞きなじみのある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、そのオペラからある晴れた日にオンベルディベドレーモという有名な蝶々さんによるオペラアリアを歌わせていただきます。このオペラのざっくりとしたお話の内容なんですけれども、まず蝶々夫人という女性は、夫人とついているので少し年齢が上なのかなと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、なんとこの蝶々夫人はわずか15歳なんですね。15歳の蝶々さんはその当時、このオペラは長崎、日本の長崎を舞台に作られているオペラなんですけれども、当時長崎に、お仕事で来ていたアメリカの、海軍士官のピンカートンという男性と結婚をします。で彼は、日本での任務期間を終えアメリカに帰国するんですけれども、3年間日本には帰ってきませんでした。でも蝶々さんはずっと彼の帰りを待ち続けて、3年間待ち続けるんですけれども、3年後彼は日本に帰っては来ますが、その時はアメリカでの、結婚した女性と一緒に日本に帰ってきます。でそのことを知らない蝶々さんは、やっとピンカートン、愛するピンカートンに会えると思って行ったら、そこにいたのはアメリカ人のケイトという女性なんですけれども、ピンカートンのアメリカ人の妻でした。で彼女は蝶々さんに向かって、ピンカートンと蝶々さんには一人の子供がいたんですけれども、その子供の親権を私に譲ってくださいと蝶々さんに言います。すべてのことを悟った蝶々さんは子供の親権をケイトに譲り、自らは、短剣で喉を突き刺して自害するというところでこのオペラは幕を閉じます。私が最後に歌わせていただきますある晴れた日にというのは、そのようなドラマ、悲しい結末が待っているとは一言も、微塵も知らない蝶々夫人がただけなげに無邪気にピンカートの帰りを待っているというオペラアリアになっております。
曲中にも出てきます日本的な旋律にも注目してお聴きください。では本日は皆様最後まで楽しんでお聴きください。よろしくお願いいたします。